注意事項。この動画には以下の成分が含まれております。それでもよろしい方は、ゆっくりしていってね。霊の中に、いる。一体どういうことなの？これは私にもわかりません。霊さんから聞くしか。でも霊は記憶を失ってる。聞くのは難しいと思うの。そうですね。まさかこんなことに。まさかあいつ。これをわかっていてあんなことを。霊夢さん、置いていっちゃいますよ。あ、うん、わかったわ。すぐ行く。霊夢さん。何？こんなこと言うのはお門違いかもしれませんが、あなたは一人じゃありません。決してそれを忘れないでください。わかってるわ。ありがとうね。それじゃあ、また。まさかあんな人間がいるなんて。一人で三人分の心の調和を保てるとは考えられない。何者なんですか？霊さん、あなたはなぜ？ようやく退院ってとこね。よく頑張ったわ。はい、お世話になりました。あ、でもそういえば聞き忘れていたんだけど、寝泊まりはどうするの？ん？まあどうにかなるでしょう。考えてなかったのね。おバカさんだこと。あら、霊、退院するの？霊夢さん、こんにちは。こんにちは。霊夢、いらっしゃい。どうかしたの？いつも通り霊と話そうと思ってきたの。でも退院するなら、行く当てあるの？もちろんないです。バカだこの子。当てがないなら私のとこ来る。え、でも。ないなら大丈夫ね。はい、決定。あ、はい。霊夢、くれぐれも変なことしないでね。するわけないじゃない。じゃあ行きましょ。ちょ、また引っ張るんですか？当たり前、飛ぶわよ。到着。ここが白霊神社よ。ここが、というかさっきの飛行に慣れちゃった気がする。さあさあ、中に入ってお茶にしましょ。こっちよ。だから引っ張らなくても行きますから。ってちょっと、何であんたがここにいるのなんて。暇だから来た。だからって勝手に入らなくてもいいじゃない。まあまあ、それより、なんで霊がここに。あ、行く当てないらしいから居候させるの。ちょ、霊夢さん。なるほどな、納得した。これで霊夢のとこに来たら霊とも会えるわけだ。ふむふむ、良いではないか霊夢。どやー。まあ、助かるからいいと捉えた方がいいか。それじゃあ、これからよろしくだぜ、霊。こちらこそ、お世話になります。あ、すいません、川屋はどこですか？え、あ、トイレ。そこを出たところから左に行って。って、お前、じじいか。素でしたわ。ふう、また楽しくなりそうだわ。やっぱりおかしい。どうしたんだ、霊夢。どうかした、マリサ。すっとんきょうな顔しちゃって。聞いていいか？何？最近、どうしたんだよ、霊夢。え、おかしいところある。ああ、申し訳ないが変なところが多すぎる。どういうことよ、それ。霊に対して、関わりすぎている。え、そう？ああ、それに霊の反応からして、ほぼ強制的に居候のこと決めているだろ。そうだとしても、ほっとけないでしょう。退院したのに居場所がないのは。そこなんだ。私が気になっているのは。以前の霊夢なら、先代が生きていた頃の霊夢は正直こんな純粋な優しさはなかった。お前、まだあの時の悲しみから、抜け出せていないんだろ。なんで今さら先代の、お母さんのことが出てくるのよ。まあそれはお前次第としても、もう一つ感じたことがある。この前地霊殿に行った時、悟りに呼ばれてたろ。あの話について教えてくれ。話す理由がない。そもそもそんな大事な話かどうかなんて、わからないで。帰ってくる時に声を押し殺して涙を流していた奴が何を言ってやがる。そんなこと。いい加減にしろ霊夢。またお前は一人で抱え込む気か。何年一緒にいると思ってんだ。
些細な変化も見逃すかよ。わかったわ。その前に、条件がある。私は正直なさい。私に勝てたら、すべて話すわ。約束だぞ。わかってるわ。それでは久々の喧